はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日は4月15日、深夜の2時というね、かなりおかしな時間の相場解説になりますけども、今回は相場解説よりも戦略の選択をね、皆さんにしていただこうかなと思いまして、この動画を撮らさせていただいております。まずはですね、この1時間の図からどのように構えていけばいいかってことなんですけども、一つ目をお知らせしますね。一つ目はこのレンジ戦略ですよね。これは速稼塾で私の相場解説をやってると、最もねポピュラーといえばポピュラーな方法なんですけども、このレンジの幅がありますよね。こっからここまで、上底から下底までの幅です。ここがだいたいね70ピップスぐらい開いていると使える技なんですよ。で、今124920から125755なんで、70ピップス以上はあるかなっていうところですね。その時に使える技なんですけども、これはね、バイとセルを繰り返し取っていくレンジオプションというやつです。具体的に言うと、この辺りに来たらセルを入れて、この辺りに来たらバイを入れるという方法ですよね。ですので、ここからバイで、こっからセルで、で、こっからセルで、こっからバイでしょ？で、こっからセルで、こっからバイというふうに、もうずーっと取れていけるわけですよ。これは、このレンジの幅が、短いとできないんですけどもね、ある程度長いとできるんで、こういうふうに、今往復ビンタということでね、しっかりとずっとレンジが続く限り取れていけるってやつです。で、二つ目の戦法なんですけども、これは今お話したレンジ戦略と併用することができますが、ブレイクアウトですよね。ブレイクアウトっていうのは、このレンジの幅がありますよね。今度こっち書きますけども。これを、ロウソク足が逸脱した時にそっちの方向についていくってやつです。基本的にブレイクアウトってのは突き抜けたらドーンとね、長い流れを作って、トレンドを引いてまたボックスに戻るって形を取りますんで、期待できるんですけども、こういうふうにね、ヒゲを出してすぐに内側に戻っちゃうこともあるのがたまに傷です。でも高い確率でブレイクアウト成功しますので、結構私が好きな戦法ですよね。レンジからレンジへ向かう、その間のトレンドの方向、一方的に取れていけますんで。ところが今回は、昨日もお話した通り、ここでブレイクアウトしたかなと思ったらね、戻っていっちゃって、ロスカットを食らうみたいなことがあってですね、あんまりいい目を見てなかったんですよ。通常はブレイクアウトは、有効ですんで、たまにうまくいかなくなることがありますけどね。だいたい7対3から8対2の確率でうまくいきますので、2つ目の方法、ブレイクアウトを、覚えておいてくださいということですね。じゃあ次なんですけどもね、この2つでうまくいかなくなった場合、今回みたいなケースです。どうしましょうかってことですよね。もちろん、レンジ戦略はうまくいってるんですけど、ブレイクアウトがね、2回もロスカット食らっちゃいましたからね。ここで1回目のロスカット食らって、ここで2回目のロスカット食らっちゃいました。ちょっとさすがにね、これはブレイクアウトが通用しないなと思いまして、新しい戦略を立てました。それは、ブレイクアウトはブレイクアウトなんだけども、126円。ここを超えたらブレイクアウトでしようかなということで、レンジの幅をちょっと広げたんですよね。じゃあそれを踏まえて、新しいレンジでお話を進めていきます。一旦ちょっと消しますよ。で、レンジの幅が途中でね、これは違うかなと思ったらさすがに変えていこうっていう話なんですよ。さあ次のレンジの幅なんですけども、まずはね、126円の035、ここにちょっと線を引きますね。もちろん、はみ出してるところあるんですけどもね、ここまで入れちゃうと、さすがに今度ブレイクアウトが使いにくくなっちゃうんで、前回のレンジ幅、上底が125円の755あたりだったかなと思いますんで、今度ちょっとね、上の幅を広げていくってことですね。で、今度下の幅ですけども、下の幅は、同じでよろしいかと思います。まずここ。で、実体が重なってるところですよね。で、あとはね、警戒しなければならないのが、髭先がここまで来てるんですけども、足してないところ。ということで、この黄色。ここは使えていけるんじゃないかなと思うんですよ。はい、ということで、このようになっていきますね。上の上底はね、実体をちょっと取っていきましょうか。こういうふうにね。はい、これで新しいレンジができます。一つ目のゾーンなんですけども、126円の035あたりですね。こちらを上底として、下底は変わらずですよね。120円の920。
この2つのレンジで新しいレンジオプション&ブレイクアウト戦略を練っていきます。これでですね、4月15日ちょっと様子を見ていくって感じです。でもう金曜日なんで様子を見るっつってもね、このまま来週になっちゃうかもしれません。ということで今日はちょっとエントリーをせずにですね、今週はあまり振るわずだったんですけども、まあ11、12は結構ね、いけましたけどもね、13、14、15と、ちょっとまあね、これはもう見るのも相場でいきましょう。手出しができない時もありますんでね。はい。で、一つ、このレンジオプションのレンジの幅を変えた時に言えるのが、まあお話したように、ここに来た時にセル、ここに来た時にバイという形になりますけども、今度はね、真ん中あたりでもね、ここまで開いていくと、セルバイが効くんですよ。ちょっと難しいですから、できる人だけでいいんですけども、真ん中であたりに来た時っていうのは、下の方に動き出したらね、そのまま、家庭に到達するまで、セルでついていけばいいんですよね。で、同じ考え方で上の方に行った時は、バイの方でついていくということで、ちょっとだけどね、利幅が取れるんですよ。ただリスクの割にはあまり儲からないんで、おすすめしません。できる方だけやってみてください。でもまあやんない方がいいと思いますよ。なんかね、戦術によってはそれをやろうなんていうふうなことがあるんですけども、そこまでできるようになるにはもうちょっと、スキルアップがいいのかなと。そこまで追い求めなくても、速稼塾のレンジ戦略、上に来たらセル。こうですよ。上に来たらセル。で、下に来たらバイで十分往復ビンタ通用しますんでね。で、それからもう、レンジを抜けたらブレイクアウト。これでいいでしょう、もう。ということですよ。今日はそんなところで講義終わっていこうかと思います。はい。では、来週またね、きちんとエントリーして稼いでいけるように、今週のレンジ、これをしっかりと見ていきましょう。ありがとうございました。